じくじく。はい、どうも、かけじく塾の野村です。掛け軸の仕立て替えの中でお客様からよくいただくご相談なんですけども、こう仕立て替えで切り箱をまあ預かることが多いんですけども、この切り箱にまあ何らかしらの文字が入ってて、切り箱は新しくしたいけどこの文字のところだけ残すようないい方法なんかないですかっていうご相談があるんですね。でこれどういうことかっていうと、掛け軸っていうと、まあ、特に明治時代以降に作られた掛け軸は、掛け軸を収納するときに切り箱に入れられていることが多いんですね。でその切り箱の蓋に、まあ、タイトルであったり作者の名前であったり、まあ、何らかの情報を記載する場合がほとんどなんです。この切り箱に書かれている情報っていうのは、掛け軸の価値、美術品としての価値を判断する上で非常に大切になってくるので、なるべく残された方がいいんですけども、まあ、この切り箱自体の本来の目的っていうのは掛け軸を保管するという目的なので、まあ、ボロボロになってしまってたら、まあ、掛け軸を保管することができないということで、切り箱自体の本来の役割を果たすことができない状態になっているっていう場合があるんですね。まあ、切り箱を新しくすれば保管という面で言えば、まあ、問題はないんですけども、この情報を残すという部分では新しくするとできないので、そこをうまいこと両方なんとか一緒にできないですかっていうご要望なんですね。でこれ結論から言いますと、やる方法はございます。どうするかっていうと、この蓋のこの部分、文字が書かれている部分だけを切り取って、新しい切り箱も同じぐらいの寸法にその蓋を切って、そこにこの古い部分を移植するような形を取ることで、その両方の役割っていうのを合わせることができます。そんなことできんのと思われるかもしれないですけど、こういうね高度な技術なんですけども、弊社が取引している切り箱屋さんは何回も今までもやってきておりますので可能です。でお客さんの方にもご提案させていただいたら、まあ、お客さんも納得していただいて、まあ、なるべくこの情報っていうのは残したい。結構ねいろいろ書いてるんですよ。なんかいつ書かれたとか、どういう経緯でこう書いたとか、まあ、これを残された方がいいんじゃないかなということで、お客様にも納得していただきました。実際ではどんな風になるのか行ってみましょう。はい、こちらが移植手術を終えた切り箱になります。これがね、表部分ね、これを新しい切り箱、これ新しい切り箱の表側にこうはめ込んでるんですよね。すごいですよね。よいしょ、開けてみましょう。よいしょ、これ、ね、こんな感じになってます。こんな感じでね、こう表書きの部分、これこの色変わってるところがね古い部分なんですけども、こう裏がこうなってて、すごい技術ですよね。こうちゃんと切り取って、ここにきれいにはめ込んで、後のところを組み上げていってるっていうね、はあ、こういうことができるんですね。これで、この文字の情報の部分は残りますし、切り箱としての掛け軸を保管するっていう、そういうふうなこう役目もちゃんと残してると。で今回の作品なんですけども、こう太巻きって言ってね、こうちょっと作品自体のダメージが大きかったので、太巻きにしてこう径を太くすることで、掛け軸を巻く径を大きくすると、この本紙作品の部分にダメージがいかないっていうことで、ね、こういう風な形をするので、こういう底の部分を広く大きいものにしなきゃダメですよっていうことで、まあ、これはこういう風に入って、でこの切り箱の蓋にこういう文字がちゃんとしっかり移植されて、これで切り箱の役目も果たせますし、この大切な文字情報っていうのも残すことができます。まあ、これ今回はね、太巻きをご紹介させていただきましたけど、別に太巻きじゃなくて普通の波、太巻きじゃないものを波巻きっていうんですけども、波巻き、波箱でも、これは可能なので、もしねこういうふうに文字情報を残したいけど切り箱がボロボロの場合どうしたらいいですかって悩まれている方いらっしゃいましたら、ご相談いただければなと思います。はい、このチャンネルでは今回のように掛け軸やそれにまつわるさまざまなツールのねご紹介っていうのもさせていただいております。面白かったな、勉強になったな、ためになったなと思われる方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。